演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんです。はい、というわけで本日はこちら関西食堂発酵の塩キンキラゴボを食べたいと思います。シンプルなごってなんですね。またね、家庭の味では、いただきます。ごぼうのザクザクとした食感と人参のふっくらとした柔らかさ、そこにほろのりピリピリと作る刺激もあってとっても美味しかったですね。ごまの香ばしさもちょっとあった気がしますね。ただこのピリピリするのは何なんでしょう。まあ、味も引き立てるのがいいんですけど、というわけでこちらもペーストさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。